自分の拠点ここなんですけど、目の前の拠点が風化してる。取られた後かな。でもコードロックかかってんね。火薬、嘘。いいの、トンプソンとかホロサイトとか。風化拠点だ。めちゃくちゃ俺運いいな。歯車、部品系もうまい。ロケット施設のモニュメントパズル行こうと思ってたんですけど、とりあえず一回置きに行こうかな。レベル2ベンチで工具棚燃やしに来よう。なるほど、一旦持って帰って冷やを作ります。ログインしたタイミング噛みすぎだろ。藤木拓、あ、待て、漁ってる人がいる。二人組だ。工具棚は見ていかなかったな。いや、先漁ってよかったわ。残りのアイテムは多分、そんな重要じゃなかったような気がするんだよね。燃やしに行くか。では、火を打っていきます。取られてると思ってすぐにどっか行ったね。花の差だったわ。あ、回収されてる全部。壊れた。うますぎですね。こんなにも硫黄いいのか。あ、ワークベンチレベル2持ってくの忘れた。まあまた取り行くか。硫黄もそうだし、木材、金属片、常金、鉱石もありがたい。火炎砲台もレベル1ベンチも取っちゃおうかな。提出入ってるね。いただいていきます。今回な、迷ってることがあって、ワークベンチレベル2の技術ツリーをどんどん下がっていき、火炎放射器をアンロックするか、今拠点にあるスクラップと今から集めに行くスクラップでレベル3ベンチをクラフトするか。そう、マップの自動販売機にレベル3ベンチが販売されないんで、もう多分作るしかないんですよね。拠点の防御力を上げるか、まあ、レイド行くか、火炎放射器アンロックするか。ということで、スクラップ集めにロケット施設のモニュメントパズル行きたいと思います。さっきの人たちはそのままロケット施設行ったのか、別の場所に行ったのか、どっちなんだろう。まあどっちでもいいか。ロケット施設回っていきたいと思います。戦車近いね。人がいたように見えた。点火はされてないっすね。今回はエリートボックス開けてレベル3のアイテム欲しい。前開けた時はゴミしか入ってなかったからね。回られてなさそう。緑のキーカード通して点火。戦車がちょうど向こうに行くタイミングですね。カード通して上がっていきましょう。サバイバル始まって2度目のロケット施設モニュメントパズル。湧いてますね。全湧きっぽいな。あとはいいアイテムが出てくれるだけ。トンプソン、開けていきましょう。ドン。ロケットランチャーの筒が出た。2箱目。石の外壁用ゲート。ラスト。常勤。レベル3のアイテムは出ないな、絶妙に。レベル2のアイテムはな、まあぶっちゃけ技術ツリーで解放していけるんで、どっちでもいいっていう感じだけど。まあでも石の外壁用ゲートは解放するまで結構遠いから、これに関しては現物リサーチしてもいいかもしれないですね。点火。出ましょう。部品系分解したら相当スクラップいくな。
あと常勤も美味しいですね。まあでもこの風化拠点結構目立つな。よかった一番最初に見れて。無事帰宅。風化拠点から取った部品とかも含めて分解しに行こうと思います。まあでも思ったんですけど、火炎放射でレイドできそうな拠点も探さないといけないね。分解終わりまして、スクラップ448、常勤41。よし、無事帰宅。ワークベンチレベル2の技術ツリーを開いて、この火炎放射器のところまで下がっていこうかなと思います。よし。スクラップ795余った。そしてまあ火炎放射器クラフトするのにプロパンガスボンベが必要なんで、ドラム缶を割って出しましょう。出る速度にもよるけど、このままだとレイド夜とかになっちゃいそうだな。でまああとどこの拠点を抜くとかも決めてない。お、1個出た。そこに木の扉の拠点あるけど、これ抜いてもいいかもな。いやーでも板金の扉出てきそうだな。拠点は一応 1×2 だけどね。そう、前に見たあの拠点とか良さそうなんだよね。まあ美味しいかどうかは分かんないけど。ソロか。それだったらさっきのコードロックで木の扉、あれ抜いた方がいいかな。でもあれ板金の扉が出てきそうなんだよね。そこがどうなるかだな。反射で撃っちゃった。すまん、40秒入れねえのか。あ、出た。まあ、ということでセーフゾーンで分解だったり原油を低質燃料に変えたりしようと思います。ということで、夜が明けてきました。あのあと原油燃やして低質を取ったりとか、まあ、帰宅後火炎放射器クラフトしたりとかでレイドに行く準備は整いました。扉とか持ってった方がいいかな。まあいっか、このまま行こう。板金の扉が出てきたら、まあ、違うね、木材強化の拠点をレイドしようと思います。敵に見つからないようになるべく迅速に終わらしたい。そしてたくさん資材系が入ってることも期待したい。では燃やしていきたいと思います。はいよ。お、焼夷ダメギリ入るって感じかな。結構開けてんな。人通んなよ。あれだ。さあ板金の扉なのか。うわ、板金だ。抜けねえわ。よし、次はこの拠点行こう。うわ、大釜回ってる。燃やしていきます。よお、木の扉1枚超えたらタンスかな。あれ足りない。壊れた。タンスだね。まあまあまあ、スクラップ70は美味しい。ほう、ソーラーパネルも美味しいね。なるほど。人が寝てない。まあ美味しいんだけど、めちゃくちゃ美味しいかって聞かれたら微妙だね。まあ今回ささっと木強化の拠点を探したからあれだけど、もうちょっとマップ走り回ってみて美味しそうなとこあったらまた抜きたいですね。まあでも言って火炎放射レイドの場合は火薬使うわけじゃないし、低質燃料だけだからね。仮に全然美味しくなかったとしてもそこまでダメージはない。ということで無事帰宅で、まあ、次回なんですけど、今拠点にスクラップが900ぐらいあるんで、レベル3ベンチが自動販売機で出品されてない限り、まあもう自分で、クラフトしちゃおうかなと思います。でまあこのね、板金の扉を装甲板の片開きに変えたいし、あと2階部にもね、装甲板の扉つけたいんで、早めに3ベンチが欲しい。まあでも今回火炎放射レイド行けてよかった。